はい、皆さんこんにちは。信長の野望の続きプレイしていきましょう。まず簡単にね、情勢をおさらいしておきたいと思います。九州から、島津、長宗我部は四国、中国の毛利、近畿の石田、そして徳川がその石田を圧迫しているという状況ですね。で、我らが真田が今この最上と、その最上と同盟しているこの伊達と、戦争するという状態ですね。早速始めていきましょう。まずですね、直轄地を変えていきたいと思います。そのために一度軍団を再編成します。で、肝心のですね、軍団というか、まあ、大名の本拠地ですね、どこにするかというところなんですが、まずはこの辺りにしますか。といっても一時的なものです。この先最上の城を攻めるときに必ず使うような拠点がいいですよね。そうなると、どこがいいかな。一つはここだな。で、もう一個築城します。こっちに行くとき必ず通りますよね、ここは。で、今度こっち側方面攻めるとき、まあ、具体的にはここら辺を攻めるときの拠点として、ここにも築城しましょう。平林、でその間軍団の統治をしてもらうために、暫定的に本当にね、一時的なものになりますけども、その間もちゃんと開発行為とかが進むようにということで、こんなとこでしょうかね。あとは開発行為とかをいつも通りやっていきましょう。労力不足か。ですね、はい、これでいいでしょう。城ができるのを待ちます。表情を始めます。先月の収支です。できることはほとんどないでしょう。
な奉行をやってる。できることがない。ご命令ください。先月の収支です。敵が迫っております。徳川に刃を向きましたね。で、新新田城ここですね。ここに敵兵が迫っているという情報ですので、早速援軍を出しましょう。ご命令ください。先月の収支です。出陣します。承知いたした。いざ戦場へ。待機せよ。表情を始めます。先月の収支です。かしこまりました。よし、機は熟した。これから一気に、先端を開いていきましょう。本拠地を ここに変えましょう。でですね、部隊を出していきます。前線に城を築いたので、あそこが補給の拠点になりますから、あそこをね、みんな通って、兵糧を満タンにした状態で最上の陣地に入っていくということになると思うので、かなり期待できますね。武将がいないのか、あそこ。配属で移動させましょう。ここの4000を使わない手はないからな。
まあいいでしょう。線といえども惜しいので、舞台を出していきます。全部出したかな。まだ出せますね。よし、こんなとこかな。我が領内に敵が迫っております。表情を始めましょう。先月の収支です。報告いたします。この辺りは、この戦争中といえどもやめておくと国力が衰えてしまうので、ちょっとやらせていただきますね。はい、いいでしょう。待機せよ。
任せください。承知いたしました。姫にします。ご命令ください。先月の収支です。外交もしときますか。そろそろ。動かせる部隊がいない。こうも直轄が多いとちょっと面倒ですね。よっしゃー。誰だ猛将って。後藤か。表情を始めましょう。報告いたします。よっしゃ。かしこまりました。そろそろご命令ください。ちょっといい状況に持っていきたいんですけどね。この辺ってなんか直轄地であっても自動でやってくれるようなそういう設定があったら嬉しいな。行きましょう。いざ戦へ。目標をちょっと米沢城に変える。まあいいか、まずは最上だな。助太刀いたしますぞ。待機せよ。
ご命令ください。報告いたします。報告いたします。ちょっと無駄に兵糧を使ってるから、承知いたしました。一旦戻しましょう兵を。お任せください。私がやろう。承知いたしました。助立ちいたす。我に続け。止まれ。待機せよ。その通りにいたします。お任せください。お味方が捕縛されました。表情を始めましょう。報告いたします。待機せよ。かしこまりました。承知いたしました。承知いたしました。承知しました。お任せください。我に続け。表情を始めましょう。報告いたします。私がやろう。私がやろう。我らに撃てぬ敵はありません。敵将捕縛しました。表情を始めましょう。報告いたします。いやー、かなり厳しい戦いになってるな。なんとかここだけでも取りたい。ここまで来たら。命燃え尽きる時まで戦い続けるぞ。出陣する。これぞ我が軍略、我が魂を。加勢いたします。敵が我が領内に向かっております。平林城、ちょっと待ってね。平林城っていうのはここだよな。違う違う、ここか。なるほど。兵を引きましょう。はっ、平林まで兵を一
干引きます。かしこまりました。ご命令ください。報告いたします。報告いたします。平林城は絶対に落とされちゃいけない城だからな。敵が我が領内に向かっております。うわ、12000か。援軍要請を出しましょう。徳川に援軍を頼むことになるとはな。まあただ落とされるわけにはいかないからな。我らが負けるなどありえん。かしこまりました。宮の者、続け。我が戦、お見せしましょう。退屈せよ。表情を始めましょう。先月の終始です。開発をちょっとサボってましたけど、またやっていきましょう。退避しろ。止まれ。いたしました。お任せください。出陣する。お助けいたします。待機せよ。出陣する。行きます。表情を始めましょう。報告いたします。お任せください。加勢いたす。我が策、戦場を制す。止まれ。
しました。厳しいな。守りきれるか。平林城はでも絶対に取られちゃいけない城だからな。一度に出せる兵力がだいぶ少なくなってきましたね。3000出せない、2000台、1000台、そういう城も結構あります。こいついつまでここに留まってる気だ。起動します。表情を始めましょう。報告いたします。ぐわ、なるみつ11000。ちょっとでもいいから兵を出さないとまずいな。平林城が落ちるなんてことになると止まれ。お味方討ち死に突っ込め。我らに撃てる敵はありません。なんとか持ってくれ。表情を始めます。報告いたします。報告いたします。城が取り囲まれました。平林城持ってくれよ。止まりました。加勢いたそう。お味方が捕らえられました。我らに勝てると思っているのか。敵将捕らえた。よし、なんとかなんとか援軍が間に合ってくれましたかね。徳川からの援軍が間に合ってくれた。起乗します。
お任せください。その通りにいたします。皆の者、続け。表情を始めます。先月の収支です。敵を追い詰めるのだ。止まれ。承知しました。お任せください。お任せください。この平林には兵を駐留させといた方がいい。承知しました。狙ってくる。絶対我ながらすごくいいところに城を建てたと思いますね。みんな遅れるな。ご命令を報告いたします。報告いたします。出るぞ。命燃え尽きる時まで戦い続けるぞ。竜の戦見せてやろう。全滅するぞ。ご命令を報告いたします。先月の収支です。加勢いたします。挟まれてる。魂全滅する。出陣する。全滅するぞ。全滅か。ご命令を報告いたします。先月の収支です。報告いたします。いやー、この2つの城取ったけど代償は大きいな。勢力で見ると兵力9万か。まあ伊達は多少弱体化させることができたと言っていいですね。ただまだまだ強い。うわー、その間に徳川がさらに強くなって、かつ島津もさらに勢力伸ばしてますね。うわ、徳川が天下取るぞ。こりゃ厳しいな。これ以上徳川の勢力が伸びてくると本当に厳しくなる。というわけで、まあ、ちょっとだいぶ長くなってしまったので一旦終わりにしたいと思いますが、かなり苦戦というとこですね。配属だけ。前線にね、
武将がいないってんじゃ 話になりませんから。はい、というわけで、これで一旦終わりにしたいと思います。ちょっとあまり実況らしい実況ができずにゲームに集中しちゃいましたけど、次回はもうちょっと実況できるように頑張りたいと思います。